県内で桜の開花が進む中、鶴ヶ市の金ヶ崎宮では春の訪れを告げる花開祭りが行われていて、境内の桜も週明けには満開を迎えそうです。新型コロナウイルスに県内で新たに197人の福井の夕方に大切なニュースを温度感を持って伝えられるように、また皆さんと一緒にほっとできる時間を共有していきたいなと思っています。これからおじゃまテレが始まるところです。本番に向けてリハーサルが行われてます。坂本アナも今準備しているところです。マイクをつけています。おじゃまテレ始まります。